ッカースクールレガテドリブル塾全国に拡大中です。スクール生もレガテでコーチをやってみたい方もまだまだ募集しております。詳しくは概要欄のホームページリンクからご覧ください。はい、皆さんこんにちは。レガテドリブル塾の翔ちゃんです。今回はカズちゃんです。はい、今回は久々にカズちゃんに来てもらいました。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、なんとカズちゃん、J リーグ功労賞受賞されたということで、もうスーパーですね。どん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 。ありがたいですね。いや、しかも最近は SNS の方でも活躍されてて、はい、もう100万再生。バンバン出してます ね。子供たちが見てくれてるのはちょっとありがたいね、やっぱりね。いや、だからもう本当にすごい、もうキックの持ち主なんですよ。で、今日はそんなカズさんに、カズさんサイドバックもされていたということで、はい、今日は僕が学びたいっていうのもあるし、みんながこのやり方どうなのっていうのを聞いてたので、それについて学びたいなと思いまして、はい、今日やるのはアーリークロス講座です。はい、任せてくれ。やっぱね、アーリークロスって低い位置からでも得点につなげられる、もう究極のスルーパスと言っていいものになるの で、その蹴り方もいろんな種類があると思うので、そこを深掘りしていきたいなと思いますので、はい、今日はカズさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速やっていきます。シそれでは早速解説していただきたいんですが、はい、まずは、まあ、アーリークロス、カズは左利きなので、はい、左のこの位置から上げるとして、まあ、こちらコーン置いてあります。これサイドバックの選手をイメージしてて、で逆に向こう側、反対側ずっと行くと残りの3バックをあのコーンでイメージしているような形になります。それではカズさん、まずカーブの方の解説をお願いしていきます。今日3つですね。カーブの低いのと高い高弾道のカーブと、あとストレートの部分で紹介していただきたいと思います。お願いします。この3つの球種って、うん、当てる場所って違うんですか？それ違うし、うん、姿勢も違う。あー、なるほど。低いのだと、はい、こうちょっと上体をかぶせながらインステップ気味を入れるんだけど、高いのだとちょっと時間も作らんといけんから、ちょっと上体を起こした状態で蹴ったり。あ、なるほど。上半身でその軌道を変えてる。あと当てる場所で低いボールをカーブかけるときって、はい、でも失速しちゃうじゃん、ボールの球種的に、はいはいはい、失速してしまうとキーパーが出てきたりディフェンスラインが下がったりするから、うん、失速しないような回転数をイメージしてる。なるほど。ボールの回転数、回転数でスピードを上げると、かけすぎると失速するし、はい、弱すぎると無回転気味になっちゃうから、はい、絶妙な曲がりながらもキーパーが出れない、はい、ディフェンスラインが下がるのも遅れる、はい、ところをイメージして速いボールで。カーブの低いのだと足で言うとどの辺に当ててるイメージになるんですか？はい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 、インフロント気味。イン、そうだね、はいはい、インフロント気味、ちょっとインステップよりやや内側を、うんうんうん、にこうしっかり当ててる感じかな、はいはい、あとはボールの外を蹴りすぎると回転がかかりすぎちゃうから、はい、ここにインステップが入る感じね。ちょっと中心より、うんうんうん、ちょっとじゃあ足をセットしてもらっていいですか？こうイメージは外すぎず中心よりやや左気味を押し出すイメージ。おお、なるほど。細かいですね、これは。ちょっとボールの球種が失速しないようにだから、はい、インステップ寄りのインフロントみたいなイメージが分かりやすいかもしれない。インステップがここになるから、うん、インフロントはこの辺になるから、その間っていう、そうだね、この辺、本当にこの辺のラインですね、うん、はいはいはい。これをただボールがずれてしまうと球種がどんどん変わっていくから、はい、そこを探して、うんうん、自分の回転数の絶妙なところを狙っていく。なるほど。じゃあそこのポイントを抑えて、あとは自分で蹴りながら、そうね、あとは姿勢を、うん、蹴るけど姿勢はあっち向きに蹴るときに上体が起きてしまうとボールに力が伝わらないから、ちょっとかぶせ気味でイメージ的にはちょっと、はいはい、ちょっとシュートに近いような、そう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 、体のかぶせ方、しっかりボールに力が伝わるような姿勢で、うん、続いては高い方のカーブ。高い方のカーブ、はい、高い方のカーブはさっきより入る時間を与えてくる中の選手、中の選手、はい、でもキーパーが高すぎると
キーパーが出てきてキャッチしてしまうから、はい、それが取られづらい場所に、高いけどキーパーからするとこのボール越えていくなって思うけど、はい、最終的にゴール前で落ちてくるような、なるほど、だからより回転数が必要になってくる、はいはいはい、その時は当てる場所はちょっともう点に近いのかな、フリーキック蹴る時も点と点って言ってるけど、はい、この辺かな、クロスの場合はアーリングで、ボールはちょっと下気味を、はい、点と点が合わせる感じ、うんうんうん、で振り上げて、フォローするを振り上げて、ちょっと高いけどボールが落ちてくるっていうイメージ、はい、点と点と上体を起こしてフォローする、なるほど、そうすると滞空時間があるけどスピードも落ちず、ボールが最終的に落ちてきて、キーパーはあ越えていくなって思うのが、いざ試合になったら落ちてくるって感じ、はいはい、で最後3つ目、ストレートも蹴ってもらったんですけど、あれはどういう局面で使うんですか。左利きだから、はい、基本的に巻いたボールが多くなる、うんうん、そうなると、はい、サイドバックが巻きのボールを嫌がってコースを切りに行く、はい、最初はディフェンスだとして、セオリーとしてはこう天井にやられないところに入って1対1になるけど、はい、カーブって外側から回ってくる、はい、これがいいボールが行くとディフェンスはそれを嫌がってちょっと修正する、この修正した隙間のストレートになるか、そういう局面でストレートが生きてくると、うん、ストレートは当て方とかの違いってありますか。ストレートも本当にインステップの中心のこのところなんだけど、はい、ただ入ってくる人数にもよるけど、ニアとファー、はい、入ってきてもニアの人は足元で触れて、越えてってもファーの人が触れるぐらいのライナーでずっと進んでいく感じ、だからニアが触れなかった場合ファーが触る、はい、っていうボールの質をイメージ、うん、ラインで言うとどういうイメージのラインに、コース切られてるから基本的には、サイドバックとセンターバックの間をストレートで通す、うん、ただ点と点で合わんといけんから、はい、入ってくる人も見ながら、ただファーに行ったっていうファーに流れてったボールを触れるようなイメージだから、でもキーパーも出てくるから、はいはいはい、それはちょっとイメージなので、そのちょうど間の部分を通してあげる、まあ、理想は一番触れば入っちゃったっていうぐらいの質の方がいいかな、まあ、よくありますもんね、シュート性のボールグーっていって、うん、あとは触るだけみたいな。で逆にカーブのさっきの低いのと高い場合だとどういう風に使い分けて、ディフェンスラインの高さ、おお、はいはいはい、ディフェンスラインの高さと中の入る人のタイミングを見て、はい、ディフェンスラインが高いとこのキーパーとディフェンスラインの間が空いてるときは低いの、はい、もう本当に合わせたりするけど、うん、でも中の入る人がちょっと遅れてスペースはあるんだけど入るタイミングが遅れてるなっていう時に高さを出して時間を作ってあげて、その間のスペースを使う、はいはいはい、じゃあやっぱりキックの種類を変えるのにも中の状況をちゃんと把握しないといけないっていうことで、ディフェンスの枚数もそうだし、中に入ってくる選手、あとはキーパーのポジションも、そうだね、だから受けてボール見、中の状況確認せずボール受けてからはい蹴りますよだと、はい、ちょっと遅かったりするから、ボールを受ける前にボールが移動中に中の状況を確認して、はい、把握した状態でいろんな選択肢を持ってた方がいいです、はいはいはい、あと他にもアウトサイドのキックがあるとか、まあいろいろキックの種類が豊富っていうのを聞いてたんですけど、またその辺は改めて行きたいなと思って、はい、そうだね、場所によっても変わるから、はい、高い位置ともうちょっと引きたい、確かに高い位置も聞きたいな、そう、高い位置行くと今度は速いのだけだったら、はい、もう戻られちゃうから、うんうんうん、でもクリアしづらいボールとかあるから、はい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 、その場合にちょっとチップキックでちょっと高さ出してクリアしづらいけど中の選手は合わせやすいとかね、はいはいはい、はい、場所によってまた変わる、面白いな、キックだけでもこれだけ種類があるということなので、ぜひカズさんの SNS の方でそういうたくさんキックのいろんな種類のハウツーも出しているので、キックで伸び悩んでる選手とかもっとキック上手になりたいなっていう方はぜひ概要欄の方にリンク貼ってるのでそちらからチェックしてみてください、お願いします。ということで今回はカズちゃんにお越しいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい
ということで今日この動画が面白い役に立ったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。あとカズさんの SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。 今日忘れてた俺が